はい、えー、それでは3月27日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます試験まで残り7ヶ月試験日までの計画は立てられていますでしょうか過去問10年分は8割以上解けるようにしましょうそのためにも過去問10年分を3回以上は復習する必要がありますできれば8月以降は模試に入って 弱点を克服するための期間にした方が良いので、7月末までの4ヶ月で過去問10年分を解く感じで進めていきましょう。もちろん、単に解けるようにするだけでは合格できません。しっかり理解すべき部分は理解する必要があります。そのためにも分からない部分は色々調べる必要があります。その時間も考えて計画を立てましょう。では問題に入ります。で、問い1ですね。 A は B の代理人として B 所有の土地について C と売買契約を締結したが A は無権代理人であった C がこのことを知っていた場合でも C は AC 間の契約を B が追認するまでは取り消すことができる丸か罰かという問題です考えたい方は一旦動画ストップしていただいて動画の下の概要欄から問題文ご確認ください答えはどうなっているかというとこれツですね 無権代理人の相手方、まあ、今回でいうと C さんですね。C さんは過失の有無に関わらず、無権代理について善意であれば、つまり A さんが無権代理人だということを知らなかったのであれば、本人の追認のない間は取り消すことができるんですね。知らなかった場合に限って、相手方は取り消すことができるんですよ。 で、今回の問題では、相手方 C は無権代理人であることについて知っているんですよね。したがってこれ取り消すことはできません。従って誤りです。無権代理行為を取り消す場合、え相手方 C っていうのは全員が要件なんで、これしっかり頭に入れておきましょう。では問い2ですね。保証協会は社員に対して債権を有する場合は、当該社員が 社員の地位を失ったときでも、その債権に関し、弁済が完了するまで、弁済業務保証金分担金をそのものに変換する必要はない、ルか×かという問題です。答えは、○ですね。社員、まあ、つまり、宅権業者ですね。社員が保証協会に支払った弁済業務保証金分担金は、原則、社員の地位を失った場合、変換されます。ただし、社員が取引の相手方に、 損害被害を与えて供託所が還付をした場合還付に相当する額を保証協会にこの宅建業者っていうのは支払わなければいけませんそれを支払わない場合保証協会は弁済業務保証金分担金の返還を拒むことができますこれはもう当たり前ですよね保証協会がお金を立て替えて払っているので社員からお金をもらえるまでは納付してもらった分担金は返さないよっていうことなんです 個別指導では保障協会を理解する上で重要なことを動画でお伝えしています。基本的な考え方が理解できれば本試験で得点できます。なのでしっかり基本的な考え方を頭に入れましょう。で問い3ですね。用途地域の指定のない区域内にある建築物で安全上、防火上及び衛生上主張のないものについては憲兵率の制限は適用されない。丸かツかという問題です。 これ答えはツです。まあ、今回のようなこの規定ってないんですね。ルールはありません。まあ、結論から言ったらもうそれで終わりなんですね。ちょっと似たような内容で言うと、公園とか広場、道路、川などの内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては憲兵率の制限は適用されません。まあ、特定行政庁が許可してるんだから、まあ、これは憲兵率の制限はなくてもいいよと。 考えなくててもいいいよっていうことなんですねでこの問題についてはわからないかもしれませんが、えー、まあそのまま覚えていただいて大丈夫ですで特定行政庁っていうのは市長とか知事とか、まあ、そういったイメージで問題ございませんまだチャンネル登録していない方は上のチャンネル登録ボタンから是非チャンネル登録よろしくお願いいたします今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました宅建合格目指ししてて一緒に頑張っていきましょう